はい、こんばんは。今日何？秋イカエギングランガンの方に行きたいと思います。やっぱ秋ってみんなこうあれですよね、1個のフィールドでもう 2,3 倍チャチャチャってすぐ上がるイメージだと思うんですけど、まあ、その群れがね入りが遅いんで、それを探しに行こうかと、はい、そこでこうどういう立ち回りをこう自分らがしてるかをこうお伝えできたらなと思います。はい、はい、1回ね本当皆さん涼しくなって秋が始まったかなって思ったよね。1回ね思ったっすね、また暑くなって ねパタッと止まったけどね、で今回ねランガンショーということで、はい、じゃあ早速ガッチガチのランガンをねしていきたいと思いますんで、ご視聴のほどよろしくお願いします。はい、それではねやっていきたいと思います。ちょっとねここのポイントをなんで選んだかっていうとですね、防波堤にはなってるんですけど、まあ秋イカの回遊があるのとちょっと風が強いんで今人がいないんですよね。結構人気エリアなんですけど、それでここをちょっとチョイスしてます。いなければすぐ見切って風浦の方に入りたいなと思ってます。見てもらうと分かるんですけどね、下爪痕がね結構ついてるんで期待はできるかなと思います。早速投げていきますね。オルカノの3号ですね。月明かりはあるんですけどね、雲でね隠れたり結構してるんで、ちょっと明石たちの方に投げていきたいと思います。よいしょい。かゆっ。いや上が強いかも。左流れ寄る。はい、出してきました。こんな感じでね、ちょっとパンパンいなかったらすぐ見切っていく感じでいきたいと思います。はい、我々はテトラに入ります。は、タアシが堤防、怖いんでね、堤防沿いで。じゃあ早速、別れで、はい、行きましょう、探っていきましょう。はい、レッツゴー。レッツゴー。エキオサーチのね、ショコラブラウンにガルプをつけたね、やつで。そんなんつけてるから釣れないんだぞって思う人はね、まあまあとりあえず見せてください。イカじゃなかったと。横風っすね。こう風が吹いております。まあでも海面までさ、もうゼロ距離やけんさ、満潮も満潮。触りよる触りよる、絶対触りよる、絶対触ったな。油断しとった。そしてここ潮目のできとんもんね。そこにそこ通したらやった。あり。触った触った。それ潮目に入ってる。よし、よしたー、よし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 、ほんとやったー。嘘じゃなかったー、ふみちゃん。表層ガッチガチの表層。はい、はい、サイズよくね、サイズよくね。はい、あざまーす。いや見て、サイズよくない、この剣先絶対うまい。実は皆さん見てください、僕だけ吊るしてますから。二人最初このワームつけてるから多分これに食ってきてる。当たってきてたんすよね、ちょくちょく。え、じゃあ俺が当たったのも剣先かな。ああ、そうかもしれん。乗りづらいとかもね。ね、あざまーす。はい、どうもお疲れ様でした。秋やね。はい、通していきました。長所目4かな、4、うん、
じゃあアオリイカの方を、はい、狙っていきたいと思います。はい、ちょっと風まだあるけどね、残っとるけど、まあ、まあ仕方ないですね。ちょっと、うん、はい、高台やけんね、仕方ないです、はい、頑張っていきます。頑張っていきましょう。はい、ちょっとポイント移動して、はい、ちょっとポイント移動して、エギオサーチのね、ショコラブランドやっていこうと思うんですけど、これで一人勝ちする。今日はこれで今日は一人勝ちよ、ふみちゃん。塩だいぶ右いっとる。あ、塩いいわ。あ、これ釣れる。うわ、ナイスターシー。あ、いいサイズかも。これほんとナイスサイズやん。タグに入ろうか。タグろうか、俺タグってもろうてよかですか。ゆる名物タグに入ります。お願いします。いや、ナイスサイズ、ナイスサイズ。これ500ぐらいある。ナイス。いや、でどんな感じ。塩のちょうど入ってきたんで、うんうん、それちょっと乗せてみようかなと思って。なるほどね、ボルカノやん。はい、ありがとうございます。ちょっと生きとるうちに写真撮らせてください。元気。いや、最高やないの。はい、ゼロね。はい、はい、どうぞ。うわ、ちっちゃい、思ったより。思ったよりちっちゃかった。でもまあ、秋のもう結構いいサイズ。そうっすね。秋の、うん、これを目標にしたいですよね。頑張って釣ってもらえれば。はいはいはい。ターシーがね、ボルカノロックでもうパンパン釣るから。ボルカノロック、これこれ。すぐ真似する。すぐ真似する。これこれ。だってさ、2杯も釣るってことはそういうことじゃないの。ああ。いや、しかもサイズ良かったよ。ふみちゃんもボルカノに変えたから、でワームとかもつけんのやめたから、邪道卒業。いや、今日ここやったわ。やっぱベイトもおるし、欄干で見つけてそこをちょっとこすってる状態ですね今ね。いや、パパンってターシーが2杯釣ったね。抜きも重要、塩に乗せようかなってしたりもしたとターシーが言ってます。これやっぱね、緩急が効いてるところ好んでんのかな。テンションフォールも入れつつみたいな感じかな、うん、ターシーがね、ボルカノロックの3号で、自分がボルカノロックの 3.5 号だとちょっとねフォールが早い感じがしたんで、同じく赤下地の軍艦グリーンの3号でちょっとやっていきたいと思います。これで釣る。持った、これで持った。軍艦グリーンの3号、どうなの。これで来たらもう確実3号であることと赤下地 K であったこと、この状況にマッチしてるって感じがしますよね、うん、よいしょ。お、来た来た来た。あ、よしよし、来た、ついに来た、来た、来ました。やっと来た。やっぱり3号であること、赤下地、同じボルカノロックの
3.55 投げやっても全然やったけど、3.5に変えて1投目あざます、めっちゃ引いた、潮にバーって乗ってたけどめっちゃちっちゃい。じゃあリリースしていきますんで、あざす。やばいです皆さん、出遅れてます。私みんな釣ってる。プロポーションに変えます。あ、かぶっとんな今の。もう一回して。糸だけかな、糸だけかも、流したけん俺が。そうやろ、来た、ほらね、ほら来た、ナイス、わーだす。どうサイズは、うん、超ちっちゃいまあまあいいのよ、秋やけんね、うん、秋やからね、秋やけんね。ナイスナイス、はいナイス、はいナイス、はいナイス、いただきました、あざす。どんな感じ、ポーションに変えて速攻すね、ボトムです、ボトム、ボトム、うん、ボトム。ここのね強いのはね、しゃくって流し直す、なるほど、バックドリフトってやつよね、なるほどね、がここは強い。ありがとうございます、あざす、ちょっとちっちゃいんでリリースします、はい、ありがとうございます。写真撮ると忘れてた。はい、お疲れ様でした。タシの両系でね、で本当そう、釣り、その2杯目釣った後に教えてもらった、うん、サポーターがね教えるねそして、まあ、サポーターだから、ね、サポーターだ、そうそう、まあ、でも今日の欄干は成功ですよね、うんうんうん、4箇所かかったけど、うん、ポイントはちゃんと見つけてるんで、そうそう、こっからねもうちょっと涼しくなって、うん、水温が下がってくれば自分がこう今まで釣ってきたことがあるところで釣れると思うんですよね、うんうん、今回は潮同士がいいところですね、うんうんうん、あの入れ替わりでこうイカが流れてくるようなポイントをチョイスしてますので、うんうんうん、はい、それをちょっと視野に入れて、うんうん、はい、じゃあ今日はタシに締めてもらおうか、一番釣っとるしね、うんうん、そうね、まあ、今日私たったの2杯だったんですけど、うん、あれ何枚ずつですか、僕は2杯ちょっとね検索ドラえもんドラえもんはい、数え方ははいで合ってるから、まあ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 、まあ、2杯よ、グラム的にもね、まあ大きさはありますもうちょっと頑張ってもらえれば、あ、先生よろしくお願いしますよろしくお願いします、これからもチャンネル登録、はい、高評価、はい、はい、コメントなんかもいただけると嬉しいです、はい、それではまたまた、うん